無為天変。人間の結界じゃない。これは術式の演化活動。礼を言うよ。虎杖悠仁。虎杖悠仁のように呪物を取り込ませたもの。吉野純平のように 術式を所持しているが、脳のデザインが非術師のもの。それぞれの脳を術師の形に整えたんだ。前者は器としての強度を、後者は術式を発揮する仕様を手に入れた。まあ、その呪物たちの封印を解いた。覚えているかな？世界から呪霊をなくす方法。そんな手段を取るにしろ、 人類を一つ上の段階へと進めることになる。人類のネクストステージ、それは呪力からの脱却だよ。わかるかい？私が作るべきは私の手から離れた混沌だったんだ。すでに術式の抽出は済ませてある。カジンガー！呪霊操術で取り込んだ呪霊の術式の精度は、 取り込んだ時点でその成長を止める。君との戦いで真人は成長した。何をした？マーキング済みの2種類の非術師に遠隔で無位天変を施した。マーキングの際、私の呪力に当てられて寝たきりになったものもいたが、じきに目を覚ますだろう。千人の虎杖悠仁が悪意を持って放たれたとでも思ってくれ。 むかつくからみんなであいつボコろう。いや、今動けないんだけど。待って、舞ちゃんの援護がない。あっちにもまだ仲間がいるのかも。まだ話の途中だよ。私が配った呪物は千年前から私がコツコツ契約した術師たちの慣れの果てだ。これがこれからの世界だよ。 聞いてるかい、スクナ。始まるよ。道場先生！再び。じゃあね、虎杖悠仁、君には期待しているよ。呪術全盛、平安のようだ。